事件に浮気にそこを調査。探偵には様々な案件がある。あなたはご存知だろうか。グルメを追求するグルメ探偵の存在を。今日も今日とて依頼をこなしていく2人。そんな2人に霧島から再び依頼が来たのであった。この間はありがとうございました。また一つお願いがあるんですけど、彼と行ったイタリアンのお店があるんですけど、どこだか忘れてしまって。探してきてくれませんか。デートに来たよ。マジか。お前そういうの得意だよな。とかいつ聞いたの？あ、違います。あ、てか普通に LINE してます。いつの間に。てか依頼人と親密な行動を取るな。ここ目標にして男だけ言ってるの。目標っていうと評価。あ、どっちも目標か勝負しなきゃ。勝負なんか言ってますよね。食べることが大事。まさか俺に勝つつもりか。先輩を舐めるよ。どれだけ歴史戦を重ねてきたか。食べ物でお願いします。まあいいだろう。先輩の家見せに。これで少しは見返せましたかね。誰？ああ、もちろん先輩ですよ。ああ、いい根性だったよ。でも先輩も結構食べるんですね。見直しましたよ。当たり前だろう。これも仕事のうちさ。いや、美味しかったっすね。デートにぴったりっすね。確かにおしゃれな店だった。じゃあ俺から依頼主の方に連絡入れときますんで。じゃあ食べて走れるその若さ。っておい、そのピザ食べて地固まるグルメ探偵。次回全ての謎が明らかに。完結編こうご期待。道に迷ってしまった。ここは一体どこなんだ。